敵は崩れ出した。一気に行け。はい、どうも、ジャンダルケです。というわけで今回は、コールオブデューティーワールド 2 の方に新武器が追加されたということで、こちら M38、早速ね、紹介の方やっていきたいと思います。大マガジンを使用し、中程度のダメージを与える、クラス最速のエイムを誇る自動 SMG ということで、こちらデフォルトでクイックドローがついております。そういった形で、ちょっと変わった、SMG ではあるんですけども、そこそこ使い勝手はいいです。で、ちょっとこちらの、銃の歴史についてね、少し話していきたいんですけども、バリアントに書いてある、フランスの国旗の通り、こちらフランスの銃でして、フランスの唯一の、サブマシンガンということで、非常に、まあ、ヨーロッパの方では有名な銃なんですけども、弾が 7.65×20 だったので、そこそこやっぱでかいんですよ。で、サブマシンガンででかいってなると、ちょっと決定的というか、まあ、そもそもその戦争って、威力とかももちろん大事なんだけども、やっぱ一番大事なのは運用なんですよ。弾とかもどんだけ軽く持ち運べるかとか、そういうところが大事で、正直もう戦争って何人も死ぬ話じゃないですか。そういったところ、弾の運用っていうのに、そんなコストかけられないというところで、この銃はちょっと不向きだったかなっていうふうに言われてます。で、こちらの銃、ちょっと名前の方遅れたんですけども、元武器が MAS の、1938ということで、レアのバリアントの方に1938という、刻印が書いてあると思います。で、以前紹介したオールソー、こちらがね、M1938A っていう、元武器の名前でして、それとはまた違います。ただ、オールソーにも実は M38 っていう元武器があるんですよ。なんだっけな、MCA38 っていう銃があって、そっから来てるのかなと思ったんですけど、また別物だったみたいなんですよね。まあ、そんな形で1938年、非常にね、大量に銃の生産がされておりまして、まあ、その中の一つということで、まあ、今回ちょっと、公開マッチ、ワールド2の方でも使っていこうかなと思います。良ければ毎日こういった動画上げておりますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは早速、やっていきたいと思います。マッパーアーデンフォレストのチームデスマッチ。とりあえず今回装備として2つ持ってきたんですけども、近距離特化型の、解放手段と組み合わせるグリップステディエムラピファー。空挺手段のサプレッサーの、しっかりと立ち回れるリフレックグリップステディエイムということで、こちらデフォルトにクイックドローがついてますので、ラピファーだとか、ステディエイムとの相性が多分すごいいいはずなんですよ。そういったところ、ちょっと SMG らしい立ち回りでしっかりとさばいていきたいんですけど、ダブルキル美味しい。いいですね。とりあえず2対2の開幕スタート。どうしようかな。これ前出た方がいいのかな。けど味方がいないから、これ前出るとやられちゃうんで、伏せるか。顔立ちて。いるね。オッケー。打ち切る。で、そのままちょっと味方が上がってくれるはず。あ、待って、後ろなんでやナイス味方カバー。こういうカバーを待っていた。ありがとう。今回の味方ちょっと期待できそうだな。さあ、バッフェも拾って、こちらね、一応角間がつけると45発入るんですけども、そこそこね、弾持ちもいいです。まあ、デフォルトが30で、そこそこの中レートなので、まあ、悪いはずがないんですけども、いるね、それどっちタバコいや、無理だ。やめとこう。味方、下がる。下がりたい。危ない。1キルして、そのままバッフェで、2キル目してからの伏せてやり過ごしたい。まあ、あんだけ投げられたらさすがに無理だな。とりあえずこれも投げて国民突撃時を拾った状態。あ、これ新武器の LMG じゃないですか。こんにちは。オッケー。どうだろうな。個人的な話をするとラピファつけても正直 PPSH とかになんかバンバン打ち合い勝てるような装備ではないので、空挺部隊は追いすぎでしょう。そういったところちょっと、なんだろう、SMG らしい SMG の立ち回りをするとたまにはげるときありますね。だから本当に遠距離を安定させるときの、まあ、銃みたいな、まあ、こんな形で結構ガバったりとかしたときに本当に取り返しがつかないような銃なので、結構そのエイムの精度っていうのかな、まあ、クイドロがある分しっかりと早く狙えるんで、なんていうんだろうな、ちゃんとこう命中させるのは早くっていう感じで、誰よりも早く打ち合いを持っていき、誰よりも早く打ち勝たないとちょっと厳しいんじゃないか。はなんかあんだけフラグポンポン入れて味方が入れてくれてたのに全然と死んでへんっていう。いるね。ロング距離、そのロング距離抜けるんです。はっ、まあ、割とブレが少ないんで、ああいうリス狩りとかも割とこう刺さるときは刺さるんですけど。いるね。こんにちは。1キル持っていって2人目は無理か。まあ、レート的な意味でやっぱりトンプソンだとかバッフェとかのその爽快さには負けるんですけども、なんか本当に SMG らしい SMG って感じで、クイドロもねデフォルトでついてるので、なんか脳筋プレイヤーでも安心安全みたいな。こっちから来るな。こんにちは。オッケー。おはようさんゲット。いいね。キーも多分あれか、新武器で使ってるのかな。最初新武器って配布された時みんな使いますけど、本当に弱い銃って減りますよね、使うユーザーがね。汎用系機関銃とかみんな減ったし、いまだに多分新武器でみんな使い込んでるので、多分国民突撃銃だけど、他なんかみんなバーとか STG とか既存の武器ばっかで、まあまあ新武器のあるべき姿だと思うんですけどね、なんかそんなに強くないみたいな。さあ、とりあえずここで UAV も出して、ワールドウォーズなんか借款と国民突撃銃だけこうピックアップされて悪いように言われてますけど、そこそこ武器のパッチというか修正というか、バランスはいいということでね、息してない単発銃も強化きたし、他の AR もなんだかんだ言って強くはなってはいるので、そういったところ別にまあ悪い会社ではないのかなと今回改めて思いましたけどね。なんか AW の汚点があったからちょちょっときついのかなーと思ってたけども、そんなこともなく上から失礼するぞ。しっかりとしたゲームになって、僕は本当楽しくて仕方がないんでけど、たまにマップによりきりで借款がマジで鬱陶しい時あるから、あれだけ本当勘弁してほしいというか、マップポイントリューホックだけ毎回抜けないといけないという闇の事態になっちゃうから、それだけやめてほしい。やっぱデフォルトでクイドロがついてるっていうのは本当に恩恵としてでかい。いつもクイドロ使ってる納金プレイヤーからするとすごいでかい。はそっちかよ。けどね、これクイドロつけたところでブレとかそのロングレンジ的な意味で言うとそんなに向いてないから、本当にガンガン突しないといけないんだけど、ガンガン突したところで冷凍的な意味で言うと他の SMG といい感じぐらいだから、ちょっときつい時あるよね。待って、敵の戦闘機乗りやばそう。ナイス。はい、そんな形で今回ラピファーつけてきたんですけども、本当にこう打ち負けるところとか2人来られたら SMG としてってそのうちは負けんのっていう時があるんで、そこがちょっとネックなのかなと個人的には思います。ただまあ安定性だとか、その先ほども言ったようにそのデフォルトでクイドラついてるっていうところが、そのアタッチメントに振らなくていいだとかっていう感じで汎用性がすごいあるんじゃないかなと思うんだけども、正直 PPSH でいいかなっていう、もう本当にそれでいいと思うよ。新武器はなんかめちゃめちゃ強かったのね荒れるし、中途半端ぐらいでまあこういう使い方ができるんだったらいいんじゃないぐらいの武器でいいんじゃないかなと思います。さあ、それでは空挺サプレッサー使っていきましょうか。まあやっぱ SMG のアドバンテージっていうのが今作多分サプレッサーだと思うんですよ。まあそういったところ、この武器との組み合わせがどれぐらい生えてくれるのかっていうところだと思うんですけども、どうだろうな。百式とかステン短機関銃っていうのはそのロングレンジもしっかりと狙えてたんで、結構サプレッサーとの相性良かったんですけど、この銃ちょっとリフレクつけないと厳しそうなので、ちょっとクワガタサイト外してリフレクつけてやっていきます。とりあえず開幕は真ん中からゴイゴイと詰めていきながら、いるね、そこです。1キルして、でサプレッサーつけた状態で、いない、全然おらへんやん。いた、こんにちは、すまんなリス狩り。硬くね。オッケー、1キルして、でこのまま回り回って、さあ今オッケーで、多分後ろ追ってきてるからはけましょうか。はけて、ここで伏せた状態で全部リロードする。そしてここで腰打ち持っていってからのコンバートショットガン拾って、ガンガン取っていこう。敵の装備でお前らが落としたのが悪い。俺は悪くない。俺は悪くないからな。ジャニーちゃんがショットガン誓っているとか言わないでね。待てよ、あれは一回下がろう。大丈夫味方。ナイス。これで待つか、しゃがむ。こんにちは。1キルして、弾が2発しか入ってないんだよな。で奥見てるからむしっとこうか。これあんまり多分出すぎない方がいいと思うんだよな。どこで角待ちしてるか分かんないから。いるね、こんにちは。左が気づくはず。いた、おい、いるね、あいい、あいる、あいい味方すまんな、ちょっとカバー遅れちゃったわ。リロードしよう。で1回もう周回が回っちゃってるんで、スコスト祭りしましょうか。味方ナイスカバー、でかい、ありがとうなす。やっぱこういうカバーの試合が本当のコールオブデューティーワールドウォー2だよな。ナイス、味方カバーいいね。そのロングレンジいるけど、そのカバーして、待って、ここから湧いてきてる、やばいやばい、それやばい。待って、空挺部隊2回連続空挺部隊やばくない？拾う、ごめん味方、空挺部隊絶対守るもん。2人いる、すまん味方、いやマジでごめん、死ね、ごめんマジで。2回連続空挺部隊マジで、マジで2回連続空挺部隊胸熱すぎるんだけど、運が上がりましたね。今期の多分運をそこで使い果たしちゃったかな。さあ、ライヒスに切り替えて、味方ごめん、クソイム。よし、そういや今年おみくじ引いてないんですけど、あんまりね出来事として良くなくて、新年早々インフルにかかって仕事は滞るわ、あと彼女と別れるわ、でも最低でしたね本当に。もうクソくらいみたいな。もう2018年やっぱダメだな。本当にワールドウォー2が神ゲーだったのはいい出来事なのかなと思うけど。あと BO4 の発売、なんか嫌だな。自分の最近良かった出来事は何ですかって、ワールドウォー2が思いのほか楽しかったです。じゃあ BO4 が発売することが決定したことです。全部ゲーム嫌や、そんな、なんか嘘でもええか、なんか最近あった面白い話とかなんか作りたいな。待って、それやばそう。とりあえず買ってるから皆さん空挺部隊を許してほしい本当に。こんにちは。待って、それ SR の危ない、たまに当てるはんで頑張るんだよな。いるね、食い泥でしっかりと狙いつつ、残念、いるね。この裏取りをしっかりとサプレッサーでさばきながら、こっちから回って、この裏取りが気づかれない。待って、やばそう、1人さばいて、おいしい。新しいフォロワーありがとうございます。いやいいね、サプレッサーいいよ。サプレッサーとの相性悪くないね。全然なんか PPSH みたくそのレートがそこそこあっても全然ブレないって形で、私は手記です。 OK、 飛ばして、そのまま距離を詰めて偵察機も出していきましょう。いるね、これを腰打ちでさばいてから、後ろにいるね、後ろいるやつをハンドガン、当たるハンドやばくないお前、俺のクソイムだった。お前なんか異次元言ってなかった一瞬、ページシフト。ちょっと待って、これ俺がヌーブだったのか。回線マックスだよね、ジャパニーズピーポーだよね。なんか俺だけ宇宙でゲームやってるわ。てかなんかこれなんか物資のやつが落ちなくなったらしいんですよ。ほらほら、なんでなんこれがなんで使えなくなったか僕には全くわからないですけど、味方いるよそこ、大丈夫？あ、待って、めっちゃいいんじゃん。危なっ、マグレードショットお疲れ様です。ドラグとりあえずそこにポンと投げ込んで、左から来るやつだけ見とこうか。いるね。全部逃げられた。弾がないな。よいますね。やった、逃げたか。そのままカバー入っていきたいんだけど、はっ、危ない。で、おはようさんリロードして、てかおはようさんって名前かわいいよね。ひらがなの SMG 初めてじゃない？こんにちは。はっ、これ海外だったらさ、グッドモーニングなるんかな、名前がっていうくだらんこと考えてるうちに39-7です。お疲れ様でした。まあそんな形で毎日こういった動画上げておりますので、よければチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。よいしょ。あいつはスナイパーライフル、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 スナイパーライフル。やった、やった、ゴールゲッチュー。なんだ言えばお前。あれ、カウンター出せない、出せないのか。希望来い。フラグオンラインはからの後ろ下がれ。お、倒した、池田やった。これ何、何これ何、スパイダー雲の皮。あ、ください。救助取れ。おーしゃ、マジで嘘。お前がお前がちょっと待って、嘘やろ、フリーホールでマジで嘘やろ。え、違う違う違う、マジでわざとちゃうやん。マジか、全然見えへん、全然見えへん。